ヤコブの手紙第五章。聞きなさい、金持ちたち。あなた方の上に迫ってくる悲惨を思って泣き叫びなさい。あなた方の富は腐っており、あなた方の着物は虫に食われており、あなた方の金銀にはサビが来て、そのサビがあなた方を責める証言となり、あなた方の肉を火のように食い尽くします。 あなた方は終わりの日に財宝を蓄えました。見なさい、あなた方の畑の借り入れをした労働者への見払い賃金が叫び声を上げています。そして取り入れをした人たちの叫び声は万軍の主の耳に届いています。あなた方は地上で贅沢に暮らし、快楽にふけり、殺される日にあたって自分の心を太らせました。あなた方は 正しい人を罪に定めて殺しました。彼はあなた方に抵抗しません。こういうわけですから、兄弟たち、主が来られる時まで耐え忍びなさい。見なさい。農夫は大地の貴重な実りを秋の雨や春の雨が降るまで耐え忍んで待っています。あなた方も耐え忍びなさい。心を強くしなさい。主の来られるのが近いからです。 兄弟たち、互いにつぶやき合ってはいけません。裁かれないためです。見なさい。裁きの主が戸口のところに立っておられます。苦難と忍耐については、兄弟たち、主の皆によって語った預言者たちを模範にしなさい。見なさい。耐え忍んだ人たちは幸いであると私たちは考えます。あなた方は予部の忍耐のことを聞いています。 また、主が彼になさったことの結末を見たのです。主は慈愛に富み、哀れみに満ちておられる方だということです。私の兄弟たちよ、何よりもまず誓わないようにしなさい。天を指しても、地を指しても、その他の何を指してもです。ただ、はいをはい、いいえをいいえとしなさい。それは、あなた方が裁きに合わないためです。 あなた方のうちに苦しんでいる人がいますかその人は祈りなさい。喜んでいる人がいますかその人は賛美しなさい。あなた方のうちに病気の人がいますかその人は教会の長老たちを招き、主の皆によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。また、 もしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。偽人の祈りは、働くと大きな力があります。エリアは、私たちと同じような人でしたが、雨が降らないように熱心に祈ると、三年六ヶ月の間、地に雨が降りませんでした。そして、 再び祈ると、天は雨を降らせ、地はその実を実らせました。私の兄弟たち、あなた方のうちに、真理から迷い出た者がいて、誰かがその人を連れ戻すようなことがあれば、罪人を迷いの道から引き戻す者は、罪人の魂を死から救い出し、また多くの罪を負うのだということを、あなた方は知っていなさい。